5秒前です。4、3、おはようございます。時刻は8時15分です。7月6日の木曜日の朝刊チェックでございます。木曜日ははいこちら週刊文春の発売日でございまして早速買ってまいりました、えー。文春法という言葉がありますが。 機関銃、小銃ぐらいのもの、大砲、キャノン砲、いろいろありますが、もう、ミサイルですね。はい。もう電子版ではすでに報じられておりましたが、なんと6ページにわ、え ?6 ページえ、8ページかにわたる特集でございまして、愛人の家からあ官邸に通うとかっていうようなものは、 もう本当、入り口の記事だったなというものでございます。えー、奥さんと愛人と両方いる両方とも銀座のホステスさんだった人で先に子供が生まれた人の方と結婚をしているんですが実は彼女、まあ、今、今被疑者という言い方はできないんですが警察が一時期その奥さんの前の旦那さんですねその人が不審死を遂げておりまして。で それは、まあ、自殺として処理されたようなんですがいやあの違うはずだというので警察が一時期動いていたと、でその前の、ま,あまあ、またあで言いますわ後で言いますけれどすごい記事です、えー、これを、まあ今日の段階で岸田総理あるいは松野官房長官政権としてどう捉えて、えー、これはだめだと。 いうふうにいくのか、あるいはもうまさに心中しようとして、木原副長官を守ろうとするのか、それによりましては、もう文春はもう確たる、確たる取材をして、たうえでの証拠を持ってやっておりますんで、もうそのうやむやにできるような段階ではないですね、えー、僕が岸田さんやったら、もうここでダメだと、木原副長官、 次の次の総理とも言われてる人ですが、これを切って捨てないと、多分岸田政権持たないんじゃないかなという、すごい記事でございます。はい、後ほどたっぷりとご紹介をいたしますが、あくまでそれは、えー、文春を買いましょうねと、僕、こうて読んだらすごいから、こうたほうがいいですよという、そういう意味のお話でございます。はい そして、えー、昨日、おとといから販売をしております、お肉でございますが、ありがとうございます。うん、売れ始めておりますよ。はい。えー、こちら、ね、極めカルビもございます。サーロインステーキなどもございます。おかげさまで、えー、もう、あの、えー、売り切れたものもございますけれども、えー、お買い求めいただきまして、ありがとうございます。えー、っと、あの、いろいろと皆さんからご希望を頂戴しておりましてね、あの、例えば、 定年退職の日にプレゼントしたいから、それまでまだ大丈夫ですかとか、あるいは、昨日、あの、取引先行きましてお話をしておりましたら、今度ちょっと大会があるんで、その時の、あの、副賞として、優勝の副賞として出したいから、それ、来月やから、まだ取っといてもらえますかとかですね。いろいろと、あの、ご希望をいただいております。到着日のご希望とか、できるだけ、あの、添添いたいと思っておりますし、 あの、一件分はうちに持ってきてとか、ね、あの、まあ、その場合ちょっと送料別にかかるんですけども、えー、娘のとこにはもう、もう渡してあげてとかですね、えー、あるいはもう、あの、見てあると思いますが、えー、えー、と、ロース頼んだつもりが桃頼んじゃったんで <laughs> って言われて、はい、あの、大丈夫です。今、僕のとこで止まってますから、僕、僕の、僕が、僕が一旦注文を受けまして、そこから丸福さんにお願いするという、今、まあ、その、そこであの修正聞きますので、えー、いろいろ とものが動きますとあのいろんなことがございますけれどもはいあのできるだけ皆さんにお答えしようというふうに思っておりますでもちろん買っていただきたいんですが買ってもらわないとこの長官チェックが見られないわけではございませんのでご安心くださいませ、えー、それで言いますと100人のうち買っていただいているのは。 お一人ぐらいでございます。そんなもんです。だからその,そのお一人を大事な、もちろんそうですよ。ありがとうございます。買い戻めいただきまして、えー。でも、残り99人は知らんって。小モさんが名も豊かで知らんって、えー。私、魚は好きやけど肉食べへんとか、もういろんな人がよりますんで、はいあの、お気軽に見ていただければと思います。今日は読売新聞を買ってきておりますが、まあ、何せ、木原官房副長官のこの この事案の方がまだどこの新聞もそんなに大きく書いていないと思いますけれどもこれは大変なニュースでございますこれをトップに持ってきております長官チェックスタートです来てよし見てよしこうてよしようこそ天神橋筋商店街天六天子森スタジオへ はいこもさんこもりやすでございます今日も元気に目覚めてきております皆さんのお目覚めはいかがでございましょうかお肉も売っておりますそして旅行も売っております、えー、最新の数字はまだ入ってきておりませんがまだ10人以上旅行の枠はございますのでどうぞ、えー、100人に1人の方で結構でございますのでご参加いただければなというふうに思います もう今日日木曜日でしょ、はい、この後またここから会社のズーム会議がありますので、えー、それまでのお付き合いということになりますが、えー、早いですね、えー月、月曜日にコウノトリを取りに行って、えー、定期入れをなくしてしまいまたなくしたんですか、<laughs> ちょっとノさん大丈夫ですか。 えー、火曜日はナレーションを通って船場、えー、まで歩いていく途中にカフェボビンに行ったら閉店しててびっくりしてしまいました。 えー、カフェボービンさん、能勢の,の,の方で、えー、新しいお店出してはったみたいですね、そんな水臭い言うといてくれはったらよかったのに、えー、火曜日に食べに行ったら店閉まってて、えー、どないなったんかと思って、近所の店聞きに行ったら、なんか新しいお店に変わってありますよって言われて、心配してたんですけど、えー、どなたか教えてくれはりまして、能勢の方で。 この春から新しいお店,店舗を開いていた提灯も、ね、出していただきましたのでまた詳しいことを教えてもらったら宣伝しますんでね、えー、そして水曜日はあ昨日は雨の中神戸行ったり夕方、お客さん来はったり、えー、夜は来週の高知取材の打ち合わせで、えー、なぜかネパール料理を食べに行きまして <laughs> ネパール料理屋さんがね結局最後まで日本人僕たちだけでした。 お店の人はネパールとかの人なんでしょうね、後から入ってきた人が、英語喋ってはりましたから、白人のお客さんと、それから、ムスリムかなというような感じの人から、あとなんかサッカーのチームかなんかやってんのかな,な、若い人らもぎょうさはりまして、自分ら3人だけが日本人という、ネパールへ旅行したような、そんな感じでしたけれどもね、1週間早いです。 さあそんな木曜日は「週刊文春」と「週刊新潮」の発売日でございますが今日は「新」を買ってきておりますんでね、えー、後ほどたっぷりとご紹介をさせていただきます現在全世界でこの「朝刊チェック」生配信をご覧いただいておりますのが229億人ただ「いいね」がいつものように少ないございますまだ64万人でございますのでポチッとあなたの高評価をお願いいたします では朝刊チェック7月6日の木曜日ヘッドラインです今朝発売されたばかりの週刊文春の記事です岸田内閣を支える木原官房副長官愛人の元から官邸に通うなど文春砲が放たれていましたが本妻がかつて 不審死を遂げた男性と結婚をしていて浮気相手に自分で刺したと話していたことや木原副長官が愛人に事件について語っていた録音データがあるとミサイルをぶち込んでおりますもちろん木原副長官は否定したいのは当然でしょうが代理人はこの記事は事実無根で 捏造されたであろう風雪だとしてマスコミ市場をまれに見る深刻な人権侵害であるとして文春に記事の削除を求めましたが週刊文春側は十分取材を尽くして記事にしているので削除には応じられないと突っぱねました岸田総理や松野官房長官がこの件について今日何を言うのでしょうか 木原副長官がいないと回らない岸田政権だということですが下手をすると政権そのものがぶっ飛びます読売新聞のトップです東京オリンピックの談合をめぐる初めての裁判が昨日開かれ大会組織委員会の森被告は基礎事実を認めました関与した7社の粗利益は 一社最大52億円もあったそうです羨ましいマイナンバーカードトラブルについての閉会中審査が昨日国会で開かれました河野デジタル大臣松,松本総務大臣加藤厚生労働大臣らに任せて答弁をさせていましたが9日発売の新聞赤旗はここまでマイナンバーカードに固執し 健康保険証などを一本化しようとする動きは経団連など財界からの強い要求を岸田総理が丸呑みしているからだとするキャンペーン報道を始めるということです5月31日に北朝鮮が打ち上げて失敗した軍事偵察衛星について米韓の専門家が分析したところ 偵察衛星としては役立たずだったことが分かりましたあくまで米韓側の言い分だということではありますが北朝鮮怖い怖いと打ち上げをで恐怖を煽っていた NHK をはじめとするメディアはこの役立たずだったということをきちんと報じるべきです NHK「NH K ニュースウォッチ9」がコロナワクチンを受けて亡くなった遺族のインタビューを さもコロナに感染して亡くなったかのように報じた幼稚な VTR の件で BPO への申し立てが行われました担当したやつらは7月の定期移動で大阪局のニュース統括などに飛ばされています全国あまねく飛ばし先のある NHK ならではのけじめのつけた人事ですこの問題について NHK は謝罪はしているものの 視聴者のなぜには全く答えていません事件そのものが捏造だと捜査員が証言した大,大河原加工機事件の損害賠償訴訟で当時の経産省の担当者は立件は難しいと何度も伝えたとする一方起訴した当の検察官は謝罪しないと突っぱねています 刑事事件として立件をし自分がかつて食わしていた臭い飯をどうぞ自分の口で食ってもらいたいものです右脇腹にデッドボールを受け肋骨を骨折した阪神の近本が取材に応じました自分でしたら怪我じゃないので悔しいとか賞味どうでもいい復帰も何がどうなるかわからないとぶちまけています 一方デッドボールを当てた側巨人の高梨投手は同期の糸原選手を通じて近本に謝罪本人には殺害予告も届いているということですバカな書き込みをしたやつはコモさん実名報道します阪神の大竹が広島に完封勝ちです2対0で勝ちました近本に代わって先頭打者となった島田が初ホームランで先制 こうした新しいヒーローがどんどん出てくるので阪神のあれは間違いないなでしょうアメリカ大リーグアスレチックスに渡って失敗ばかり報じられてきた藤波投手ですが、えー、4日のタイガース戦で9回、3者三振の高投、味方が勝ち越して5勝目を挙げております。 フォアボールの数が激減しているということです悪いことばっかり言うんやなくてええー、こと言うたってや以上7月6日の木曜日朝刊チェックヘッドラインでした はい天神魔筋商店街天六天子森スタジオからお送りしておりますコモさんの長官チェック今日のトップ項目はこちらでございます週刊文春は木曜発売ですというので注目をしておりました岸田最側近木原副長官衝撃音声俺がいないと妻がすぐ連行されると、えー、官房副長官の代理人は マスコミ史上まれに見る人権侵害であるというふうに書いておりますが私、まあ、取材したわけではないですが「週刊文春」を460円で買ってまいりまして読みました、えーまあ、今回のその事件に関わるそのもっと前からのところで8ページにわたって書いてありましてしっかり読むにはそこそこ時間がかかりましたが えーまあ、表現、文章力も含めまして、しっかり取材をしております。まあ、木原さんがこれまでどんなことを言ってきたのか、あるいはまあ,まあ一般論にはなりますが、政治家がどのように逃げているのか、岸田内閣がどのようにいろんな人と接してきているのかということを、まあ、総合的に判断いたしまして、この記事を載せた「えー、週刊文春」に、 私の軍配は完全に上げます、まあ、今後木原官房副長官の側が文春に対してどういう強硬な手段に出ていくのかそしてそのことをまあこのように引用しながら話をしている、まあ、今私は YouTuber ですが、えー、そういう人間に対しても公衆に送信をしているわけですから訴えられる恐れというのは 当然あると思いますスラップ訴訟のようにですね。誰かを標的にして言ってくることっていうのは当然ありえます。文春が優秀な記者を抱え、優秀な弁護士を抱え、会社として文芸春秋社としてそれに受け答えするようなことは、私このてんこ盛りでは。 取れておりませんので守ってくれる大きな放送局の建物もございませんのでえひょっとすると今日このことを言うということで私は抹殺されてしまうかもしれませんえしかしそれでもおまあまあ毎回何か何かについてああだこうだえ言ってるということはまあその覚悟はしながら放送でも YouTube でもしておりますのでひょっとするとえ本日で皆さんとさようならをすることになるのかも 知れませんけれどもです、ねまあまあまあある意味さもありなんと、まあ、私は思いますね、えー、どういう記事が書いてあるのかというのをご紹介してまいりますはいえー、そうですね結構ね 気温とその日の気温とか天気とかっていうことが書いてあるんですが、まあ、皆さん、ご存知ですね、木原官房副長官っていうのは、えー、岸田内閣、岸田さんの側近でありまして、えー、いろんなこともあの、この木原さんが、もともと財務省ですよね、財務省の。 官僚で、そこから、まあ、もう、本当にも、まあ、エリート、エリートでずっと来てはる人。まあ、それだけ、多分、その政策的なこととか、あるいは人をこう巻き込んでいくとかっていう意味では、優秀な人なんだと思います。類まれな、自民党に政治家はたくさんおりますが、その中でも優秀な人であるということは、そうであろうとは思います。ただ。 でプライベートなことはプライベートなことで別に2号さんが言おうが3号さんが言おうが僕はまあそこは全然、えー、もうあの男の解消という言い方をするとまた誤解を生みますけれどそこは、えー、どうぞ自分の家族の中の話でやりはったらどうぞということなのでそこに潔癖性を僕は全然求めないんですけれどただ権力を傘に来てあるいは忖度をさせて 社会正義がねじ曲がるっていうことがあってはならないという意味で申し上げます岸田最側近として日本の政策決定を担う岸木原誠二官房副長官実は5年前妻がある殺人事件の重要参考人として警視庁から事情を聞かれていましたと捜査幹部は夫が自民党の国会議員でなければ…と語っている そして木原氏の愛人が当時のことを語った音声の存在がある、一体この男は何者なのかということなんですね、A。2018年10月9日、複数台の車、バンが商業施設に滑り込みました、その日の最高気温は27度、夏の残りが漂う中と、10月9日ですからね。A 隣接する分譲マンションの4階を目指しました。築12年、およそ80平米の部屋に、と、まあ、こういうことが細かく書いてあります。いろんなことをちゃんと調べているということですね。老婦人が、老夫婦がひっそりと暮らしておりました。捜査員の一人が手にしていたのは、捜索差し押さえ許可状。殺人被疑事件と記されてありました。もうもっと前です。 その12年前2006年4月10日未明に分かりました不審死事件「確地した」と書いてありますから亡くなった時間はその前ひょっとすると日付が前だったかもしれません長い間未解決の扱いでしたが発生から12年経ちました2018年の春に警察が 動きました当然、えー、その不審死があった時にも地元の警察は動いてはいるんですが、まあ、自殺ですねという話になってるし、えー、そのお父さんなんかはそんな納得できへんとそんなん自分でナイフで刺してそのナイフがちゃんと置い,お置いてあるなんていうことはありえへんというふうに言ってるんですけどもなぜでしょうかでえー、とその その捜索されたところの娘が、えー、実は木原副長官の奥さんに後になる人、後にというかなる、なる人なんです。その事件があったときにはまだ奥さんではありませんでした。若き財務官僚の頃から恋を着もて男と知られました木原さん、元ホステスのこの女性と結婚をいたしました。 2014年に長女18年に長男が生まれております現在は彼女の2人の連れ子を含む6人家族の大黒柱でこれとはまた別に銀座の愛人がいてはるはいで両方とも孕ませはりましたで先に出産をしたこの女性と木原さんは結婚をしています木原さんというのはもう影の総理と言われるほどの人で 次元の異なる異次元の少子化対策を発案するなど重要政策はすべてこの木原さんのもとを通過しているものであるとだから木原さんがおれへんかったり今の岸田政権は成り立たないというふうにまあ文春は言っておりますしまあ実際そうなんでしょうただ冒頭言いましたようにこの人がいないと回っていかないからといって守ってしまうと守るべき岸田政権そのものがぶっ飛んでしまうんじゃないかという記事だと僕はまあ思っているのですが。 ほかにも、えー、菅前総理と共に公明党の会合に立て続けに参加しておりまして、こじれた公明党の関係をなんとかしようともしている、うん、宏池会の次の総裁候補は林外務大臣ですが、その次が木原さんだという声もあるという、すごい人です。で、家には絶対来んないよと、電話は出てやるから、幼稚園さかけ絶対すんなよと、そんなんしたら許せへんぞ。 と言ってきましただって家2つありましたから、はい、本妻の家と愛人の家。うんえー、で、この、まあ、もうちょっと飛ばしますね、8ページもありますんで、年表があるんで、それだけちょっと言っておきましょうか。こちらに4ページ目に年表がございます。時系列で整理してあります。 2005年9月木原さんは衆議院選挙で初当選をいたしましたそして2006年の4月10日に今の木原さんの奥さんの前の夫安田種男さんという人ですが不審死を遂げておりますこれが自殺なのか他殺なのかそしてこの奥さんが殺したのか、えー、そのように言ってるという証言を文春は 書いておりま,すまあそれが捏造だとか風雪だとかいうことになるんでしょうがそういう取材をちゃんと文春はしていると書いております。でその2年後2年後ですねえ木原さんの今の奥さんが前の夫離婚しようという話があったんだけどまあ今のところの扱いでいうと不審死を遂げた2年後。 銀座で働いておりましたこの奥さんと木原さんは出会いましたその次の年の8月木原さん総選挙で落選をしておりますでその落選中、えー、支えてたというんですそれはまあ銀座のね、えー、その売れっ子ホステスさんで、えー、ふと逆やったら続いているけれどお選挙落ちはただの人で えー、でもう別れるみたいな話っちゅうのもまあ5万とあるでしょうしかしまあ彼女はそこで木原さんを支えたんだそうです晴れて次の選挙で2012年の12月2回目の当選を果たしまして国政に復帰をいたしましたえーはいですねで次の年には外務大臣政務官に就任その翌年2014年 上をを出産をしております実は当時別の人とも付き合っておりましてこの人が今愛人となっているんですが、えー、その先に生まれたのがこちらの人だったんでこの頃に結婚をしております。その翌年愛人の A 子さんが娘を出産しております。5ヶ月ほど奥さんの方が先に妊娠をして出産をしたということからそっちを選んだと。 その年の10月、外務大臣政務官だったところからですね、出世をいたしまして、外務副大臣に就任をしております。2017年の8月には、自民党政調会長兼事務局長に就任。そして2018年の春頃事件から12年経ったところで、警視庁が不審死事件の再捜査を開始いたしました。 実はそのお、おかしいという事件が、まあ、それはあります、一応処理はこうされているけれども、おかしいという事件があって、それを担当する人がいましてですね、で調べていって、別に木原さんを追いかけようとかっていうことではなく、これはどう見てもおかしいと。 自分で首刺してまあ覚醒剤の反応はあったみたいなんですが自分で首刺してで死んでいるえその血はえ天井にまで届いているっていうような血だまりができているというような死に方をしててその包丁をちゃんとテーブルの上に置いているなんてありえへんちょっとおかしいでしょうと最初遺体を見かけたこの紳士死したら男性のお父さんがえおかしいと思ったのと同じようなことを感じた。 捜査員がいましたでこれおかしいというのでみんなで調べ始めましたするとこの奥さんが今の奥さんがその不審死している男性と結婚をしていたんだけれど別れるという話になってて別の男の人、まあ、この人人が当時刑刑務務所所にに入入っっっててましたたただ別の事件で刑務所に入ってた人だったんですけどで刑務所へ何回も何回も行って。 で刑務所というまあ閉鎖された空間で1回来たらずっと1週間ほど話をこのことを聞かれたりしてでまあ言いましたと確かに、うん、あの知ってることを言いましたって言ってるんですね。でそれはどういうことかというとこの木原さんの奥さんがあ別れようと思ってた前の旦那とトラブルになっててでその別の男の人がおって。 でそ,それであの奥さんは家出したり何回もしててとあの、えー、連れ戻しに行ったり、まあ、別れるのはしゃあないにしても子供のこともあるのでとその不審死した人が言っていたトラブルがあった、えー、である時この木原さんの今奥さんである女性から刺しちゃったと聞いたとで家まで行ったと。 そしたら確かにそうやったと刑務所に入ってた。まあ彼はもう今出所して関東地方で自分のお父さんの仕事をこの年内には継ぐというので今頑張ってはるらしいんですけれどまあそれはそれとして頑張ってもらったらいいんですが過去そういうことはあったと言うんですよ。 でえー、まあまあその学生代のこともそうですがそれは風俗店で働いてて、えー、ねっていうそういう人ではあるんですよだからといって認められない人権なんていうのは何一つないわけでありまして殺されていいということでも当然ありませんよね、えー、刃物を出してきて刺せるんやったら刺してみみたいなやり取りがあってで刺してしまったとでそれで死んでしまったというふうに木原さんの奥さんが その当時付き合っていた離婚したら付き合おうとあの結婚しようと思ってたんかどうかその相手の人に連絡をして行ったら確かに死んでたとでその後その後この死んだ人のお父さんが家に行ってみたら息子が哀れな姿で死んでいたとで警察に連絡したとで警察官来ましたで嫁さん子供はって言ったら2回やったかな デ屋のベースの部屋にいたと言ってると。ほんでまあ家にはいたんだけどあの自殺したっていうことになってたっていう事件なんですね。でこれが怪しいというふうに、えー、その新しく担当になった人たちが調べていきました。調べていってでお父さんたちのいる家に行ったりとかして家宅捜索をしたり、えー、そして本人にも。 事情を聞いているんですが、まあ、言っても、まあ、6年も、え、違うわ、えー、12年もた<ん>っているということですね、12年も経っていますから、事件を起こしてすぐのときの興奮の状態で取り調べを受けて、えー、記憶も鮮明なところで、嘘をつくなら嘘をつくことも含めて話してるのと違いますから、お答えしませんということで、結局、自白は取れなかったらしいんですよ。 もちろん自白だけではあかんし自白に導くまでのところの問題もあったりはしますよあったりはしますけれどもしかしそういうことで、えー、本人は下ロしなかったとでもその時に付き合ってた別の人はその話を聞いたというふうに警察も聞いているし、えー、警察にそんなふうに言ったということも文春にその人は言ってるんですよで これでまあ今,今、指名手配されているとか逮捕状が出ているわけではないんですけれどそこまで調べていっている文春に対して堂々と捏造でありいやそれはまあえ論理的には可能性はありますよそれはそうなんだの関係者団で書いてるようなしょうもない記事世の中にいっぱいありますからそ書こうと思えばそれは論理的にはできますけれども。 僕ははそうは思わないです、はい、え僕のこれまでの生きてきたえニュースに触れてきたことを考えると、決してそうは思えない。だから、もし訴えられたら訴えられるっていうことは覚悟の上でお話ししていますけれど、この記事を読む限り、そういった警察の動きはあったのでしょうし、えー、そう思うに足りる証拠があったんでしょう。ただ問題は そこで本人が言わなかったでも本人が言えへんかったからといって、えー、進まないわけではないですよね。本人が否認していても捕まって有罪、えー、になって死刑になることはあるわけですからそうでしょう。問題は問題はですよこの調べてた人らが担当を外されてるということなんです。はい 現役の国会議員で、国会議員の家族やから、まあ、それって、まあ、何も考えない、関係ないっちゃ関係ないのが、まあ、筋ですけど、そこで、社長の息子さんであるとか、校長先生の,の親戚であるとか、まあ、いろんなことは当然、まあ、絡んではきますよね。それが僕、全部が全部悪いとは言いませんが、今回のような事案があるにもかかわらず、国会議員で、自民党で、そして、 ましてや今で言うと政権の中枢にいる人その今の奥さんの元旦那の不審死について捜査が動いて動いているということが漏れてそれでちゃんと証拠があって証拠があってえそれももみ消すってなったらまたこれはえらいことですけれども。 結局、刑事手続きをしていく上で逮捕に至るだけの証拠起訴できるというだけの証拠それで有罪とできるだけの証拠を捜査する側が持ってなかったとしたらもう真,証は真,証はもう真っ黒真っ黒系の刑なんだけどもそこで有罪が確定するまでの相手にとても優秀な弁護士がついていて えどう考えたってみんな見ても黒だしえ裁判員裁判では完全に有罪だとみんな素人とは思っていても白になってしまう場合がありますよねそんなことがあった時に何言われりゃ分からんとそれだけの力を議員は自民党は官邸にいる人たちは持ってるわけですねでまあそれをあの偉そうに言う人もいるでしょうしそう思ってなくたって思ってなくたって持ってるわけですよね 相手はみんなそうまあそれを忖度というのかしますよねででですよ捜査は止まったんですよええ、ごめんなさいと私たちは外れましたってお父さんのとこに優位に来たりしてはるんですよで今回その愛人とのやり取りをしている中で 木原さんが言ったその愛人の方に「俺がおれへんかったらあ,あ連行されてしまうんだ」という話をしてその愛人の方からしたらねその産んだ子供を産んだ時期のずれただけで、まあ、濃い陽きい人であるというのは分かってたでしょうし現在のクラブでホステスしてるっていうことはそお互いにいろんなことはあるんでしょうけれど。 もう,それだともう、うん、別れはったらよるしやんと、私、面倒見ますよっていう話にはそらくまあなりますわな。いや、あかんねんと、子供のこともあるし、うん、俺の今のこの力がないと、警察が止められへんねん、的なことを、この愛人に言ってたという、その愛人の言葉を、週刊文春は握ってるんですよ。僕、電子版は見てないんですが、電子版にはその音声データも。 公開されているはずですけれどもね、ざっくり、ざっくりそんなお話でございます、分かっていただけましたでしょうか、えー、今、ここまでのところは、切り抜き動画でもご覧いただいておりますけれども、生配信でお話をしている間、この週刊文春のこの記事を私が紹介している間、チャットが全く止まっていました、みんな、固唾を飲んで聞いてあったんじゃないかなと。 思いますね、えー、全部が全部についてお話をしているわけでは当然ございません引用の範囲私の意見を言うための材料として、えー、言っているつもりでございます週刊文春は今日発売これは読み応えのある記事ですそしてここまでのことが出てきてですよ、えー、岸田さんが木原さんを 切れなかったとしたらこれは多分えらいことになると思いますしいやあ木原さんの代理人が言うようにこれがもうその捏造に基づく風説でえそれをもう「週刊文春」があ名誉毀損で敗送し僕がもし仮に訴えられて僕もえ何らかの咎めを受けなあかんようなことになって テリア別ですけど、まあ、僕はそうでないと思うから言ってるんですけどとなったらそんな木原をここまでのことが出ている今日2023年7月6日のこの朝の段階ゲラはもっと前から出てますから昨日おとついに回ってるはずですからで本人読んで話もしているでしょうどういうことやとこんなことまで書いてあるぞと。 でしょうでも否定している時の目の色、えー、汗のかき方手の握り方そういったところで人の嘘を見抜けるだけの眼力がないとこんな国のトップなんてやってってもらったら困りますんでそこでやってませんと、えー、言ってじゃあまたまた折って沙汰するというて返した後別のスタッフに 分かっってててるるるややろろろななと、とと、とちゃん調調べべよ言はずですよね。あもう今ここはあのてんこ盛りファミリー劇場として、えー、私の憶測に基づいて、えー、想像の世界をお話ししておりますがはいっててもちゃんとファイルがあってですね別の秘書が「ええー、こうこうこのようになっております」と「文春はこのようにここまで掴んでおりますと」とここの文についてはいて今回書いてはおりませんが実は それについてはおそらくこういうことがあってこういう事実を向こうはつかんでいて第二弾として出すであろうというふうに思われますとそれに対して慎重も現代もこんなふうに動いておりますと公安を通じてていちいち言いませんがちゃんとその辺のところは把握しておりますとマスコミの中にもスパイはおりますとちゃんとその辺は内閣官房機密費でお小遣いをあげることによってちょっと高くはつきましたけれどもまだまだ金庫にはお金はございますんでやっときましたんで。 そうかとどうすればいいと思う,もうそれは総理のお考え一つですと、ね。切れということか。総理が切るとおっしゃるならば、守れということか。守った場合、こう,こ,うこういうことが想定されます。今、マイナンバーカードの問題、軍事費の問題、アメリカのバイデンからこんなことを言ってきております。アメリカはどう言ってるのかね。 CIA からはこうこう、こういうふうなことが来ておりまして、早く決着をつけたほうがいいんじゃないかと、駐米大使は、駐日大使は言っております。いたしかたないしなななとととうことかてなてなことが そんな時間が持ててなかったとしたらそんなに忙しいのでは困りますからね、もう今これ、最重要問題ですから、いや、起きた事件は、起きた事件は2006年であり、2018年でありますけれども、岸田内閣がぶっ飛ぶかどうかっていうことですから、北朝鮮が役に立たない軍事偵察衛星を打ち上げたこととは、比較にならないことですよ。えこれで本間はやって ってたやつをを守ろうとしている木原を、えー、岸田が守ろうとしてるっていうことの文脈の中で国民の、えー、今溜まっている新橋の,あのビルじゃないですがガスはもうかなり溜まっておりますのでそこに着火マンをしてしまいますとあっという間に爆発してしまいますよね。これはこれはそう思いませんか ねえいやいやまあまあ「文春や慎重」にはいろんな記事がありますんでその時その時に褒めたり腐したりいろいろでございますけれども今回の「文春」のこの記事はぜひ読んでくださいそしてまああなたが判断していただければいいんですけれどもねこれはこれはすごいですよこれは。 うーん本当にはい今こんなところで電話番号が出てしまいました私大人の修学旅行というのを IAC トラベルさんと一緒にやってきております電話の受付は10時からでございます05020183210詳しいことは IAC トラベルにお聞きくださいませ以上今日のトップ項目 『週刊文春』がぶっ放しましたテポドンよりもすごいミサイルのお話でございました時刻はまもなく9時になろうとしています8時58分です <music> さて、えー、読売新聞にようやく移ります、えー、ここからはちょっとペースを上げていかないといけませんね、えー、ご覧いただいている方が、はいえー、増えてまいりました三百二十八億人でございます、はい、千秋さん文春買ってきますぜひこれは買ってください、まあ、私が言わなくても多分今週号は売り切れ間違いなしだと思いますけれどもね でででは読売新聞のトップ項目ですすこちらです東京オリンピック・パラリンピックもなんかもうねやっぱりニュースの賞味期限っていうのはやっぱまあ残念ながらありましてねこれね困ったもんですが昨日反白者の話をしましたらなんで統一協会のこと最近やってへんかったんですかって、まあ、それはまあ取材する側報ずる側の問題でもありますし、えー、そう要はそれを出したって、えー、みんな関心がないっていうところですからもうヤフーニュース見てたら今 4割ぐららいいい広瀬良子トバシェフですすからねおかねねおしいと思いますよ、ね、今我々が知らなければならないこと考えなければならないことはあの2人がどうだとか浮気のあり方がどうだとかそんな話じゃないと思うんですけども、えーえー、その程度の我々だということです我々の関心の4割は広瀬涼子と飛羽シェフにあると AI がヤフ、えー、Yahoo、が考えているからそうなっているわけでありまして。 私がなんぼ真面目なことを言っても再生回数は増えないというこの,この現実ですよね、し、えー、かたがないんですが、オリンピックの話ももうなんか、感覚的には過去のようになっておりますが、森は森でも、元総理ではございません、元次長の森被告56歳、東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で独占禁止法違反の罪に問われております。 えー、いろんな裁判が行われておりますがこの談合については初めての裁判起訴事実について間違いはありませんと森被告述べました談合では電通など6社とおそして森被告やも会社の幹部ら7人が起訴されておりますが公判が開かれたのは初めてで実は談合に関与したとされるのはあ7社ございます その7社のうちですね、粗利益で1社あたり最大が52億円だったそうです、はい。いいですね、いいですね。本当にね、6億円から52億円の粗利益があったということでございます。詳しい一覧など出ておりますので、読売新聞をどうぞ参考になさってくださいませ。 えー、こんなことをやってもまだあ札幌をやろうというのはどのようにしたらクリーンな白いええー、ねええーまあ、雪降ってる間は白いんですけど雪解けの時の北海道は汚いですよねええー、雪が解けたら真っ黒系の系そんな感じでまだやっていこうとするのでありましょうか読売新聞のトップは東京オリンピック談合事件のニュースです。<music> そして、その下ですね、マイナンバーカードのトラブルをめぐる閉会中審査、国会は終わっておりますが、昨日国会で開かれまして、岸田総理は良きに図らえと、えーまあ、曽我ひとみさんにおたりとかいうことで、お忙しいのでございましょう、河野デジタル大臣、松本総務大臣、加藤厚生労働大臣、それぞれ、まあ、担務しておりますが、えー、彼らにしゃべらせるということでございます。 でまあ、問題三席ですね、それはもう変わりません、えー、共産党系の人がツイートをしてはりました、新聞赤旗日曜版は日曜発売です、それはそうですね、えー、日曜赤旗ですからね、えー、で結構いろんなあスクープをあー、さすが共産党という視点で、えー、政権に切り込んでいっております。 ここまでマイナンバーカードをやっていくということに固執をし、そして健康保険証をはじめ、運転免許証など様々なものを紐付けしていく。そしてこんだけトラブルがあっても知らぬ、存ぜぬとは言わないけれど、はいはい、どうもすいませんと言いながら、ね、すいません、すいません、すいませんって言って人混みを進んでいくようにですね。えー で東海ビスの時にねあんだけ人並んでるのにすみませんすみませんごめんやしゃごめんやしゃ言って勝手に入っていくようなあんな人ですよね普通おいおいい横入りすなよって言って怒られるもんですけれどもいやいやすみませんすみませんってこうどんどん言ってますよねマイナンバーカードという存在がなぜそれができるのかというと、まあ、細かい記事は読めておりませんので一面のレイアウトだけ見ましたが経団連など財界からの強い要求があったと。 まあこれはまあ、あの、この1、2ヶ月の話ではなくって、もうその10年単位でのことですので、まあ、どこまで、さっきの文春の記事のようにですね、インパクトのある記事になっているのかはわかりませんが、背景として何があんのかって言ったら、財界から強力に言われているので、だから国民の側が、朝日新聞や毎日新聞が何を書こうが、どっちが大事やと、 いう話ですよね。うん、その財界の方を向いてますよ。という切り口のキャンペーン報道を始めると書いております。まあ、それはまあそのその今今言うぐらいのざっくりとした情報しか、私は持っていないのですけれど、しかしなるほどなと思います。つまり、岸田政権というのはスポンジのようなものでありまして、聞く耳を持つとかメモ、目も岸田メモがあるとかっていうことを。当初ハネムーン状態の時にマスコミはもてはやして。 おりましたけれどもつまり私が最初から言っているように、この人はやりたいことなど何一つないと、総理大臣になりたいという1年だけのスポンジのような人でありますので、総理大臣でいさせて、ならせてもらう、いさせてもらうためなら、何でも、もう泥水でもすすりますと。 何であろうが甘いもんであろうが辛いもんであろうがにっこり笑顔で食べさせてもらいますという人ですと毒まんじゅうであろうが毒が入っていると言われてもその次元爆弾が自分が死んだ後のことなんだったら全然構いませんと今ここで総理大臣で荒らしてくれるのならば5年後10年後100年後に爆発することが分かっていたとしてもはい喜んでおいしいございますねと食べますよとアメリカからは戦闘機でも何でも買います。 2に1を2に GDP 軍事比上げますはいもう、OK、LGBT から言われたらもう何でもかんでもこれまでの自民党の政権の中でいろんなこと右の人も左の人もいろんな人がいる中で調整に調整を重ねてなんとかここで折り合いをつけてまあ一人後ということでやってきてきたような自民党政治ではなく 自分を見越しの上に置いてくれるなら何でも言うことを聞きますせ内閣であるともうもう私はもうずっと言ってるんですがなかなか皆さんにお分かりいただけなくて、ね、で支持率は下がったり上がったりしているわけなんですけれどもねでこの岸田内閣 うん、この件につきましては、財界から言われたこと、まあ、そ,そこにはさまざまな技術的な問題もあるでしょう、えー、利害の調整ということもあるでしょう、しかし分かりました、もう私を総理大臣にさせてくれるのならば、それはも,もう、マイナンバーカードも何でもやりましょう、別にその富士通が一社でどうのこうのという、そんな話ではございません。はははいいいい喜喜んで、はい、喜んででそういう居酒屋ありますよね えもうそんな感じですよね、居酒屋の店員にしたらとても優秀かもしれないですね。時、うん、時刻は9時6分です5月31日、北朝鮮が打ち上げて失敗しました軍事偵察衛星、もともと人工衛星を打ち上げますよと、軍事的なものではありませんよと言っておりました、確かにそうだったそうです、打ち上げに失敗いたしました。 NHK をはじめ日本の放送局は朝から大変でございました朝からつかちゃん大変でございますええー、そんな番組もありましたねうんえー、落ちた破片を残骸を分析いたしましたところ米韓の専門家でありますので中国でも北朝鮮でもロシアでもございませんが偵察衛星としてこれはどんなもんだったかはっ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  今、鼻で笑うということをやっておりました。豚になったわけではございません。鼻で笑ったそうでございます。偵察衛星としては全く役に立たないものですよと言いました。まあ、これは北朝鮮と敵対している米韓の側ですので、これはもう北朝鮮ならば、そんなことはないと。ちまち ね、おばちゃんが叫ぶようにニュースを言うんでしょういやそもそも失敗したということをニュースでは決して言わないでしょうそこで言ってしまったらその場で銃殺されてしまうでしょうそんな北朝鮮確かに怖い怖いなんですがあの軍事偵察衛星打ち上げについて怖い怖いと恐怖を煽っていた最後まで特番をやっておりました NHK といたしましては皆様の NHK としましてはやはり、まあの時何が入ってるか分からへんから怖い怖いと言いましたけども でも失敗してでその残骸を調べたところ全然役に立てへんかったもんなんですよまで伝えて初めてピリオドを打てるのではないかとどの程度言ってたんですかね、えー、読売新聞は,は海外面のところにまあまあそんなに大きくはないですがベタ記事ではないぐらいで囲んだ記事がございました。 せめてそのぐらいで書いといていただかないことには、小モさんなら一応隅から隅まで読んでおりますので、隅から隅まで小森康則です、読んでおりますのでえ大丈夫ですが、普通の人は新聞をそんなに読んでおりません。まして新聞を取っていない人も多いので、一応あの軍事偵察衛星の打ち上げ失敗というのは、こんなもんでしたというところまでお伝えをいたしました。時刻は9時9分。 さて事件そのものが捏造であったと捜査員が証言をいたしました衝撃の証言でございますあなたは、はいえー、この紙の御前に置かれましてですね、えー、ではございませんが裁判所で黒い包囲を着ました裁判長の前で嘘偽りなく知っていることを全部言いますと宣誓をした上でそれでも人々は嘘をつくのが人間様でございますが大河原加工機事件 本来そんな機能はないにもかかわらず輸出禁止のものを無許可で輸出をしたということで先日あの社長が亡くなったと私言ってしまいました社長ではなくって担当の人が途中で病に倒れ えー、そして病院に行くこともままならないまま亡くなったとその方の思いも当然あるでしょう会社として名誉を傷つけられたこともあるでしょう営業上大きなあデメリットもあったでしょうこんな形で何回も何回も名前が出されることは宣伝にも何もならないと思うのですがかわいそうです損害賠償訴訟を求そう音起こしております。で 後半今どんどんと続いておりまして先日え捜査員の1人がうこれはもう事件そのものは捏造であるとえ立件したい捜査員の無理筋をみんなが聞かされたようなもんなんだということを言いました今回当時の経済産業省の担当者が証言に立ちましたいやこれはその別に禁止されてるもんじゃないんで立件するのは難しいですわかりました聞いてません っていうようなことが、一回ならず、二度も三度も何回も、いや、これは難しいですって、お宅の書いてるそのストーリーにはなりまへんと、私ら、その輸出に関わることで、輸出に関わることで、それがどういう問題があって、どういうルールでということは、我々、あの、所管のね、省庁といたしまして、それはアドバイスもしますし、それはもう多分無理ですと。 そんなんで立憲にはできませんって何度も言ったって言ってるんですでも聞く耳もたんとやったで起訴したで途中であかんってなって起訴を取り下げたこれも変な話でいやそれは過ちがあってそれを認めたならば過ちでしたというのはさ大事なことではありますけれどもそもそもこの起訴な何で行われたのかという話ですよねでもう一つこの事件について立憲した 検察の、えー、立件した側の捜査員が、担当者が、当時の責任者が言いました、はい、謝罪はしません、捏造だと言われ、何回もそれは無理ですと言ってるわけですね、まあ、これもその裁判がそっちの方へ動いていったと、えー、今ここで本当のことを言っていいんだと、ジャニーさんには私は、チンチに舐められましたと、お尻にやられましたと。 いうことをみんな思っててでも言ったらあかんと思ってたけどもう今言っても大丈夫になったということの今流れができているような感じでこの事件について多くの人があああの本当のことを言い出してるんですよねしかし、まあまあ、ジャニーさんは死んでしまってますし、えー、藤島ジュリー社長も一回頭、ね、ビデオで下げただけですけれども突っぱねてるんですねこれねすごいすごい球ですね えー、というか、もう頭おかしいんですかね、うん、ぜひこう立件する側というのは、人に臭い飯を食ってこいと言って、裁判を起こすわけですから、まあ、判定するのは、えー、警察ですけれども、あいや、裁判所ですけれども、裁判所ですけれども、こいつは悪いやつやから臭い飯食わしてくれと、あるいは首にロープをかけろと言うっていうのが、訴える側ですから。 ここんなことを公務員が一生懸命やったことで失敗したことは罪に問われへんっていうそういう,う話ではないです。学校の先生が一生懸命やってて子どもが事故で亡くなってそれを学校の先生が殺人だと言われたらそれは学校の先生になる人はいませんからしかしこんなこんな裁判を無理やり起訴してそして捏造だと言われ「もう一回もやめときなさい」って言ったのにやり,やりはったんですって言われている人間が。 このお金の問題だけでしかもそのお金を払うのは国と東京都ですからこいつの財布は一銭も傷みませんからいや別に金取,ろう取らなくていいですはいこいつを豚箱に入れてくださいっていう話ですねええ人に臭い飯食えと言ったその臭い飯を自分の自分の口で食ってこいっていう僕はもうそれだと思うんですが、まあ、無理ですよ無理なことは分かってますけど無理なことは分かってますけれども しかし、そのぐらいの罪を作っとかへんかったら、検察とか、そういうその人に臭い飯食わせるやつが、こいつに食わしたんねんと思ったら、できちゃうっていう、その国の方がよっぽど怖いですよね、もちろん、冤罪の問題というのは、どっちにもありますけれど、どっちにもありますけど、今回の場合、冤罪も何も、周りはやめときなはれと、できませんと、熱道やるなと思ってましたと言ってるわけですよね。 ええ、直接の証拠がなくても裁判所は人を死刑にできるわけですからね別に今回のことで死刑にしろとは言いませんが少なくとも何年かの間このおっさんに臭い飯食わせるような法的,法的な仕組みがないということの方が怖いと私は思うのですが時刻は9時15分です今日はまあ文春の話から すべて多分皆さん、本当に聞き耳を立ててお聞きになっているんでしょうから、おはようございます以外の書き込みがなかなかできない、それはそうだと思いますね。今日うはもしっかりあの何度も聞いていただければと思いますね。NHK ニュースウォッチ9でございますが、ずっとたびたび取り上げております、新型コロナワクチンを受けて亡くなった人にの遺族にインタビューをいたしました。 NHK がコロナのワクチンで死んだ人国の責任政治家の責任、えー、そして製薬会社の責任そこに切り込んでいくのかと思いきや全く取材には素人だった編集マンが自分の出した企画が通って嬉しくてまあその上司も嬉しくてでもなかなか。あ そのコロナで亡くなった人コロナで亡くなった人を見つけられなくて日帰り出張の申請をしてたのに別のことオンの日も迫ってくるしということで苦し紛れにコロナワクチンを受けて亡くなった人の遺族に話を聞いてそのことは当然認識はしてたんだけどそれをコロナで亡くなったっていう人にしたってかまへんやないかと本人も周りの上司たちチェックする人たちもかまへんやないかと。NHK とししててははワクチン怖いいなんていう放送はした らダメですよというそういういお触れは出ておりますとそんな中で、えー、彼らを出すけれどもまあまあお前とやっとったらええやんけっていう形で1分余りの VTR を流しましたとんでもないと当事者が怒りましたあやっぱりダメだったんだと気がつきました早速次の日に謝りましたどうもすみません謝るのは簡単です簡単に謝りましたしかし何でそんなことになったのかということについてまだ全く分かりません BP4 人の問題になるだろうというので、とうとう申し立てが行われました、今後やっていかれるでしょう。先般私が申し上げたように 今手短にご紹介したように取材経験もない人間が、まあ、それがそ,のそういう人が素人の感覚で企画提案を出すと提案表を出すということ自体僕は全くおかしいことではないと思いますしそういうことが新たな表現を生み新たな問題を発掘することにもなるのでそのこと自体は全然構わないのですが結局いくつものチェックをするしそして NHK が長いものに巻かれるいう っていう、えー、大きな方針の下に放送をしているということそして何かあったら飛ばしどころは北は北海道から南は九州沖縄までターンとあると今回3人の人間が飛ばされております、えー、大阪放送局には7月1日付ですねおめでとうございますお近くでございます私も大変お世話になっております JOBK 万馬町の角にございます NHK 大阪放送局のニュース統括として着任されたようでございますおめでとうございます、えーえー、すいませんまあ、花束のの一つも持って行きませんで申し訳ございません、えー、そういったことは禁じられておりますので、えー、ほんの心からあお見舞い申し上げますまあまあ飛ばされたとも言え、うん、まあ、どうなってるんですかね、えー、でまあ、何よりも NHK が皆様の NHK として受信料を僕はもう受信料を納めたらいいと思いますし NHK は NHK という形で民放や新聞の協会がですね嫌がらせのように NHK を弱体化しようとさせてえ BS の番組を NHK プラスに流したとかっていうようなことがガバナンスの問題だらなんやかんや言うと言ってるのはあいつら自分らの商売が上がったりなことを NHK のせいにしようとしてるだけなんで NHK には私は頑張っていただきたい。 えー、7000億8000億かどうかは別として何千億かの分は君たちに渡しますので「大河ドラマ」も作ってください「ブラタモリ」も作ってください「魔改造の夜」もやってくださいもちろん JOBK にはええー、とこというとてもいい番組がありますもう全国放送もしてください BS でも流してください、えー、はい、えー、流れるたびに私にチャリンチャリンといくばっか入ってまいりますのでそれは残しておいていただいた上で しかしこの問題については、きっちり落とし前をつけろよと、なんでこんなことになったのか、元 NHK の暗部という人も先日挙げてましたよね、多分おそらく僕の知っている NHK、僕の知っている放送番組の作り方でいうと、あの暗部という人が告発したもの、長官チェックの切り抜きというか、昼間チェックですか、えー、それで流しましたけれども、ああいうストーリーなんだろうなと僕は思います。そこはお あの,あの記事は大枠間違ってないんだろうなと僕の責任を持って僕の,僕の感想としてはお伝えできますけれども今回のことについて NHK からただ頭を下げているという藤島ジュリー社長があの段階で頭下げた以上の誠意を見せていないのと同じように今の NHK「ニュースウォッチ9」は私に対して 視聴者に対してましてやインタビューを曲げて放送されてしまったご遺族その支える会の人たちに対して何ら説明責任を果たしていないというふうに言わせていただきます。時刻は9時20分です えー、あ今、順番を逆にしておりましたね、さっきのヘッドラインとね、失礼いたしました。さて、えー、プロ野球関連の話でございます、まずは一番気になる近本さんです、えー、右脇腹に当てられましたうん、肋骨が折れてたということですね、はいえー、大丈夫かって言って、まあ、広島にも帯同したりしたんですが、やはり折れておりました。 浜を訪れましたデイリースポーツによりますとさて皆さんデイリースポーツによりますと悔しいとか賞味どうでもよくてただ怪我したっていうだけで自分でした怪我じゃないので別にどうしようってかってこともない復帰も何がどうなるかもわからないですと述べているということであります。 2日の東京ドームでの巨人戦7回高梨の146キロのシュートが右脇腹付近を直撃いたしましたその試合ではプレーを続行いたしましてフル出場移動日となった3日広島に入りました広島に行って判断しようと言われたのでギリギリまでプレーの可能性を探ってはいたもののやはりダメ <laughs> 復帰の時期についてはいやわからないですと復帰も何がどうなるかもわからないです未定であると 痛みについても自分でもよくわからないですというふうに言っております。まあもちろん自分で分かってはるでしょうけれど,どう、どう表現したらいいのか、いつ頃までかかりそうなのか、それはオールスターとどう絡んでくるのか、えー、そこから先のこととしてどうなんのか、うん、そうですね。しかしまあ、しかし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 まあ、チームが、 あれを目指す中で確かに言いたい本人が一番痛い,たい悔しいしかしまあここは本当に高梨にどうのこうの言ったって仕方がない話ですので、えー、近本ならきっとまた乗り越えてくれるだろうということを信じまして我々は待ちます待ちますはいそして 時時刻は9時23分、えー、その高梨投手ですが、まあ、内秘って言って書いたことが、えー、非難されたりとかもしておりましたあのー、うん、まあ、ここは一つはあのええー、と謝罪はしてあるんだそうですねえー、えー、と 糸原が同期なんかな、うん、を通じて、えー、端子に在籍する同学年の糸原を通じて本人に謝罪していたということなんで、まあ、糸原を通じて、まあ、LINE を聞くなり何聞くなり電話番号を聞くなりして、まあ、直接謝ったらいいかなとはまあまあ,あの個人的には思いますが、まあ、そこはまあそんな大層な問題ではなくて。 骨折ということになってしまって本当にこの大事な時期ですし彼のキャリアの中で骨折で離脱させてしまうというのは本当に申し訳ないです一日も早い早く完治いい方向にいってくれることをそれしかないですねと。 いいうことを言っています、まあ、それをあの真面目に言ってるのかふざけて言ってるのかとかっていうのはこの文面だけでは分かりませんけれど、まあ、普通人としてそれをナイピって言いながら鼻で笑いながら言うような人はいないでしょうし信じたれという巨人軍の中でそんなこともないと思いますんで、まあ、この気持ちはもうやっちゃったんですからねこれ、えー、そのねぶつけてやろうと思ってぶつけたもんでないんだからぶつけてもいいやと思うぐらいで内閣を攻めることまで ピッチャーからら奪っってしままたらそんんなな野球にはなりませんのでぶつけてやろうと思ってぶつけたら当然ダメですしぶつけてやろうと思って大暴投するコントロールの人も困りますし真ん中に入っても困りますしえぶつけても構わへんと思うぐらいで内角に投げる気概も必要でしょうしまあ今回たまたまそれが当たってしまったということはお互いにとって不幸なことなので残念ですし腹も立ちますが。 巨人に対しても高梨に対しても僕は腹は立ちますけどそれはまあでも仕方がないえ自分の中であの整理しないといけないことでもそ,れをそれをそのまま罵声を浴びせるやつがいるで罵声だけならまだしも殺害予告までするやつがいるっていうこのバカさですねええそのまあネットでをどう使うのかっていうのはまたこれは別の話ですけれど殺害予告までした人僕はまあ基本 実名か匿名かという判断は自分の中でやってますからその時その時にやってますから何かガイドラインがあるわけじゃないですが今回のやつでもし誰か殺害予告したやつの名前が出てきたら私はもう躊躇なく その人に小さな子供さんがいようがそのことによって会社をクビになるのかまあ,あのなんか知りませんけどそれはもう申し訳ないけどそれはもう軽い気持ちでもそこで殺害予告をしたという段階で私の中ではもう実名報道ですええ、うん、もうさ,さプロ野球の選手が真剣勝負やっててそれでその当てるも当てられるもどっちも得るわけですからそんなことでいちいち殺害予告してたらそんなもの、うん体の何もも足あませも足りませんからね でそういう殺害予告みたいなことをしたらほんまに死んでしまう人もいるっていうことがもうこんだけ分かってるわけですからそんな中でまだやこれがもし阪神ファンだとしたら、えー、阪神ファンの風上にも置けませんので、えー、風上に置けないということは甲子園球場の場合はライトからレフトへの浜風ですから、えー、風下の方に風上には置けないですから、えー、とカトリック 甲子園協会の方には置けずに、えー、ララポートの方に行っといてくださいってことですね。甲子園警察が風下に当たりますんで、甲子園警察の前で待っとけって言いますね。風上には置けないです、阪神ファンの。だからライト側のスタンドで応援はさせません。はい、甲子園警察の前で手錠をかけられながら応援してください。えー、そんなぐらいのやつです。許せません。 んなことをしたって別に近本も喜ばへんし阪神ファンも喜ばないんです。でまあ匿名とあの実名のことで言うと僕も最近ずっと怒ってるんですけどまあすいませんまあ皆さんに怒ってもおしゃらないんですが一回も実はこう取り上げてないんですけど札幌で62歳僕と同い年です男性が首を切られて殺されてたという事件がありました。まあ、女だろううという人間がその首を持って で出て行ったであろうと、まあ女,かまあ、女の声やった、まあ、そういう事件ありますよねもう皆さんご存じだと思いますあまり僕浜村さんと違って猟奇的な事件を「いいひひ」っていうあの声色とともにご紹介をしたくないタイプなのでそれはまあ,あのリスナーさんを喜ばせられないのかもしれませんが僕はあんまり好きじゃないんで取り当てないんですけどあの人がずっと当然 容疑者は捕まってないんで誰かも分かりませんので名前が出ていません逮捕状が出ているわけでも指名手配されているわけでもないので、まあ、時期に分かるとは思いますが今のところ分かんないです匿名も何も分からないから名前が出ていませんなぜ、なぜ首切られてラブホテルで殺されていた人の実名をずっと出し続ける必要があるんでしょうか一回出しちゃったからしゃあないということですか STB さん、HBC さん、NHK さん UHB も多分みんなそうでしょう。匿名でやってるとこありますかいや何があったのか知りませんしそれは全く分かんない。いやもうこれはあくまで家庭の話ですスケベ心があったのかそ,その人と相手の間に何かあったのかそれも全く何も分かりませんから全く何も分からない段階で火もなく殺されて首ちょん切られてその首を持っていかれたっていう人の実名を出して、えー、遺族を。 そして本亡くなってますが本人の尊厳を傷つけて何が嬉しいんですか僕はあれを実名にしている報道のやつらを全員実名で出してやりたいと思いますも編集マンからテロップ打ったやつからもうそれはもうバイトのやつも含めてですよそんなもん。あんなんあの人60歳のあの男性僕と同級生の人を殺されて首切られて持ってかれて。 家族も,もちろん悲しんでる中でこんなところでこんな風に殺されましたということをこと細かく、えーまあ、事件そのものが報じられるのは仕方がないとしてそれを必ず実名でやっているっていうことの意味が私には全く分からないんで申し訳ないですがこれは僕は、まあ、事件に動きがあったとしても匿名でいきますしそれ,そ,のそれが匿名か実名かのガイドラインじゃないかなと僕は思うんですけど。まあ マスゴミの嫌いな言葉ですがあえて言っちゃいましたマスゴミの実名特名の基準が全く私には分かりません9時30分ですえー、っとあ阪神です阪神です大竹すごいですねええー、完封勝利でございますおめでとうございます2 0で勝ちましたで大竹のピッチングのすごさっていうのはもうなんか なんてんていうですか動物的な感というか、ここでこうした、ここっていう、もうわずかなところ、コントロールも含めてこ、ここそ,のそ,そ,のそのなんていうんかね <laughs>、もう多分言語ができない、ちょっとしたこと、それはもう指先のちょっとした動きも含めて、肌で感じることとか、なんかもう、テレパシーみたいなものがあって、ここ、こうしようっていうのの見事なピッチングだったようです。 えー、見てないんですすすいませんん <laughs> 見てないんですが、どうもその戦票をいろいろと呼んでいると、そんなに素晴らしいピッチングだった、ただただ0点に抑えて完封だっていうのではないことですね、えー、そしてもう一つが、1番に入りました、近本に代わって、島田が入って、その島田が先頭打者ホームランっていう。 このね、岡田掛布バース、岡田掛布。えー、じゃあ、えー、まあ、まあ、順番はいいんですけど、あの、あの三連発が。い、え、ま、ー、だに伝説として語り継がれているように。えー、その記憶に残る試合の出方っていうのがありますよね。えー、原口でしたっけ。えー、っと、ユニフォームがなくて、別の人のユニフォームで出てたとかですね。 いいいろろあるじゃないですか。あここで,ここでまあ近,も近本に対しては痛いしチームとしてもすごい痛いんだけどその代わりに出た島田が最初に打ち寄ったとそれ,もそれもホームラインやとこれはこれはもう本当、まあ、今シーズンを振り返るところの近本が打 戦線離脱したっていうシーンの後に必ず出てくるところですね大竹のピッチングはまあ他にもいいピッチングはしてるんで島田のこのホームランこういうだから誰かがあかんかった時にちゃんと次の人が出てくるそれはちゃんと準備してるからなんですね準備ができてないとそんなできませんからちゃんとそういう準備ができていて準備が整ってるねって「Are you ready?」っ Create for take off」と「うん」ね「ねえリポート when ready」「はい」で「Create for take off」 いや分かりましたって、パーンとアフターバーナー、ね、つけて、ピューンと飛んでいったっていう、これが素晴らしい。おそらく、あれでしょうね、これは。そしてもう一つでございます。時刻は9時33分。 藤浪のことを最近あまりお聞きになってなかったと思います。そうですね。えー、期待されてアメリカへ渡りました。日本の雑音とそして北新地がないので向こうで頑張ってくれるんじゃないかと思って久保さんも期待しておりました。でその後お出れば打たれ、えー、投げればフォアボールデッドボールうーそういった状況が続いてほらあかんじだほらあかんじだとみんなに叩かれました。ね、で向こうの人にも叩かれているというのをみんないいひ人ひよ言って。 聞いているのを僕は見てられませんでした。というのは、もうそれは好き嫌いで言うと僕は藤浪が好きです。大谷も好きです。ダルビッシュも好きです。はい。なぜかというと僕と同じぐらいの背の高さだからです。はい。君たちにはわからないでしょう。160センチや170センチ、192センチまでの人には198センチの気持ちはわからないです。 僕も2メー,ー1 0の人の気持ちは分からないですでも198前後の人の気持ちは僕には分かります多分おそらく今ご覧のこの,の YouTube をご覧の何千人の方の中でこの気持ちが分かってくれる人はほんのごく1人か2人でしょうそうなんですそういうわれわれの気持ちは皆さんには分からないそんな中、えー、藤浪が今実は頑張ってるんですよフォアボールの数が激減をしております 4日の当番では3連続三振、それも、えー、時速でいうと162キロやったかな、ぐらいの球をビシバシと投げて、えー、それもええとこに決まって、うーん、勝ってました。まあ、あ味方が点を取って勝ち投手になったとも、投げたのは1イニングだけなんですけれど、先発をしているわけではないんですが、なんでこれを、なんでこれをもっと言わないのと。 あいつが失敗しよった。あいつがまたダメやった。もうこんな悪口言われてるで。こいつ,こいつからもこんな悪口言われてるで。そんなことばっかり言いよるんですね。ええー、ますゴミはね。ええー。もう本当に。勝った時ぐらい、そんなん、勝った時ぐらいやったー言うて、言ってあげてよ。ねえ。はい。まあ、これからも頑張ってくださいね。ええー。同じ6フィート、6インチ。 の仲間といたしまして駒さんは応援しております以上長官チェックお届けをしてまいりました、えー、いかがでしたでしょうか一旦300億人を超えておりましたが現在は289億人の方でございますポチッと高評価はまだその半分146万人でございますので忘れずにお願いをいたしますそしてお肉も買ってくださいませ そして10時からは IAC トラベル電話の受付始まっております。まあ、いずれもね、えー、高いものでございますんで、そんなお金がないんですっていう方になんかあの残念な寂しい思いをさせてしまってたら申し訳ございません。まあ、しかし私もかすみ食って生きているわけにはいきませんので、えー、こういうものを販売させていただいたりしているのは、 何よりもこの長官チェックを続けていくためのことでございますんであんまり寂しいことは書き込まないでいただきましてこ、えー、っそりと応援していただければ結構でございますしそして行、えー、くばっかの余裕のある方には,は買っていただいたりてんこ盛り会員になっていただいたり、えー、そういうことをしていただければありがたいです仲良くしていきましょうでは長官チェックありがとうございましたまた明日インジャンでお別れすることにいたします 準備はよろしいですか参ります。あ、えっ、ー、と、週刊文春のところについては、切り抜き動画も後で上げておくことにいたします。また明日。インジャンパー。では、良い一日になりますように。